もネクラです。今日はムック本開けていきます。ムック本というか小学8年生開けていきます。これね、かなり前に買ったやつ、12月1月号って書いてあるから去年のだね開けていきます。じゃじゃん。なんか結構前に活版印刷の動画を上げたんだけど、その前の月のやつですね。開けていきましょう。今回やっていくのは紙すき体験です。どんななんだろう。このキットが入ってます。ちょっと説明とか書いてないか見ていきます。あー懐かしい、紙のハンコがついてる。懐かしくないですか？みんな知ってます？この紙のハンコ。え、めっちゃ懐かしい。あったね、こんなの。あ、作り方が書いてありました。なんかいろいろ書いてあるな。ペットボトルとバットとタオルとトイレットペーパーが必要なの。で、アイロンとミキサーもあるといいって。前日からやるといいって、これさ、一日でできる感じじゃないぞ。なんか乾かしたりとかは一日じゃできないかなって予想してたけど、これは、なんかね、結構無理なことを言われてる気がするけど、まあ、順番にやっていってみましょう。まず、この付録に入ってるものを開けていきます。じゃじゃん。付録の中身はこんな感じ。紙すきの枠とネットと透明シートとヘラとパルプが2枚入ってます。大変そうだな、思ったより。で、別で家庭で用意しなきゃいけないものがかなり多かったので、そちらをまとめていきます。で、家庭で用意するものがこちら、結構大変だった。まずバットと、めっちゃ部屋映るね。バットとタオルとペットボトルとトイレットペーパーでね、ペットボトルはもうなんか変なのしかなかったんですけど、それと、トイレットペーパー私柄付きしかないんだけど大丈夫かな？で、あると便利なものはアイロンとミキサーで、ミキサーはないのでアイロンだけ用意しました。やっていこう。大変そう、思ったよりも。で、まず、パルプに水を含ませるらしいので含ませてきます。で、できるだけ細かくちぎってペットボトルに入れます。大変そうだな。できるだけ細かくしていきます。なんか子供にお願いするできるだけ細かくじゃなくて、大人のできるだけ細かくでやったらどんな感じになるのかな。まあ、とりあえず普通にちょっと雑めに作っていきますね。時間かかりそうなので飛ばします。結構見本より大きめにちぎっちゃったんだけど、こんな感じでちぎって入れ終わったので、あとトイレットペーパーを15センチぐらいちぎって入れるって書いてあったので、15センチってどれくらい ?15 センチ。結構少ないね。雑だな。これくらい入れます。いやー、これ地味にめんどくさいんだよね。なんか、テレビとか見ながら無心にやるならいいけど、ちょっとめんどくさい。時間を飛ばします。ちぎり終わりました。そしたら水を 500ml ぐらい入れてきます。てかこれ 500ml ペットボトルじゃないのかな？大丈夫かな？行ってきます。で、20分ぐらい振ってきます。結構振り続けなきゃいけないみたいだし、できればこの水も1日前ぐらいにつけといてって書いてあるからすごい大変そうだし、できればミキサー使ってって書いてあるので、頑張ってきます。振り終わりました。ちょっとどうかなって感じだけど、まあ、子供にはできないぐらい遠心力を使ってガンガンに混ぜたので、もう今日はこれでやりましょう。で、付属してきたネットを濡らして、ここの上に
セットしていきます。濡らしたネットをセットして、バットの上でこの水をあけます。全部入るのかな、大丈夫かな。やっていきます。まあこんな感じかな。で、偏りがなくなるように手で慣らしていきます。すごいふわふわ、ずっと触ってたい。なんだこれ、え、こんなもん、なんか見本より分厚い気がするんだけど、いいのかな。で、まあ平らになったので透明シートを上に乗っけます。乗っけて、むず。乗っけて絞ります。最初は手とヘラで絞っていって、でまあ大体絞れてきたら、あとはタオルで巻いて全体重を預けて絞っていきます。なんかやればやるほど確実に子供一人じゃできない作業なんだよな。ハンカチじゃ足りなそうなのでタオルを変えます。ついでに水も捨ててきます。よいしょ。無理じゃん、もう無理じゃん。よし、どんどん絞っていきます。膝がポキって。まあこんなもんかな、子供がやる前提ならこんなもんかな。どうだろうか、もういいかな。よし、まあだいたい絞れたんじゃないかと思います。机がびっちゃびちゃ。でどうするんだい、このシートを剥がすみたい。出して、どうするの？あ、剥がれる剥がれる。ネットと、シートを、大丈夫かな。剥がしてできた。で、これを平らなところに置いて2、3日乾かすって書いてある。でもうちの家乾燥してるから多分そんな待たなくても大丈夫、今日乾くと思うので。これを乾燥させてる間にちょっと気になったのが、今回水で作ったんですけど、紅茶染めみたいに紅茶の水で紙すきをしたら可愛い紙になるんじゃないかなっていうのが気になったので、同じ工程を紅茶でやってみます。じゃあ乾くまで時間を飛ばします。出来上がりました。3枚作りました。動画外でとりあえず2枚作ってみて、動画でさっき一緒に作ったのがこんな感じ。もう夜になっちゃったんだけど、
心配してたトイレットペーパーが柄付きの件なんだけど、逆にね、可愛いかも。だからピントがどこにも合わないな。なんだこれ。なんか、いい感じになりましたね。逆に可愛いかも。で、もう一枚、紅茶の水で作ったやつが、こんな感じ。なんかね、あんま可愛くない。なんか津軽せんべいみたいになりました。面白いけどね。で、パルプ紙だっけ？なんだっけ？キットに入ってた紙がなくなったらどうするのかなって思ってやってみたのがこちら。結局何の紙でもできそうですね。なんかね、牛乳パックのリサイクルで紙を作ることが多いみたいなんだけど、私はこの半紙とティッシュ混ぜただけのやつ。猫の毛が入ってる。半紙とティッシュ混ぜただけのやつかなり白いしいいなと思いました。まあ、アクセントとしてね、その柄付きのトイレットペーパーを入れるのもいいんじゃないかなと思います。こんな感じ。ただ、めちゃくちゃ疲れました。3回だから、ちょうど1時間ペットボトルを振り続けなきゃいけないので、それはちょっと大変でしたね。まだこれはちゃんと乾いてないんだけど、いろんな紙で試したりしていこうかな、と思います。今後ね、使い方の動画もそのうち気が向いたら上がると思います。今回の動画はこんな感じ。思ったよりめちゃくちゃハードな 動画でした。今後も綿棒具の動画が上がるので、お楽しみに。バイバイ。